白菜、水菜などが入った豆乳鍋豆乳鍋は豆乳と出汁をベースに作られた日本の鍋料理である。豆乳鍋は豆乳と出汁を合わせ調味したスープの中で肉や魚、野菜を煮ながら食べるものとされる。相性の良い具材が多く豆乳が苦手な人も出汁と合わせて鍋料理とすることでミルキーな味わいを楽しめ残ったスープに入れるうどんや 増水の締めも楽しみの一つである。薬味には、ゆず胡椒、ラー油、すりじろごま、刻みネギなどが用いられる。2000年以降豆乳の需要が増え、豆乳ブームとともに健康志向から人気に火がついたのをきっかけに、女性中心に支持を集め人気鍋として定着した。さらに近年では、豆乳鍋は進化し、ごま豆乳鍋、豆乳担々鍋など、 バリエーション豊かになってきている。豆乳鍋を作る際注意しなければいけないことは分離である。分離の原因として豆乳に含まれる、タンパク質の熱変性による凝固、酸による凝固が上げられる。豆乳を水より多くすることで分離しにくくなる。分離を防ぐために強く煮立てない。最後に豆乳を入れるという方法もある。ありがとうございます。